番組じゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、しょいしょ。いや、ようやく小林選手来ましたね。え、ようやく。俺が待ってたみたいじゃない。父さん。はい。ムーンサルトに行ったあの時の気持ちっていうのを聞かせてください。実はね、本当ね、コンディション的にはそれほど良くなかったんですよ。実は震災があって武藤圭司として2試合目ですからね、今日はね。その中で、え、なんだ、違った ?2 試合目だよな。うん、2試合目で、そんな中でさ、ちょっとね、プロレスの現場から離れてね、2ヶ月ぐらいちょっとこの違うことやったりもしてて、なかなかコンディション的には、自分の中で不安だったんですけど、ちょっと離れてた部分、逆になんていうの、プロレスに対するなんだ上というかさ、そういうものはなんかコンディション以上にこの自分をかき立たせてくれたというか、あともちろん彼の存在ですね、そういう部分で気持ちが、この燃えてきてくれたという、まあそれが結果につながったと思います。はい、そしてそれに呼応するかのように小林選手も行きましたね。ね、本当に久しぶりに、ね、飛べるコンディションではなかったんですけどね、やっぱりファンのみんなの後押しと武藤さんの、ね、目の前でやられてたね。だから試合やる前にね、ちょっと会話しててね、なんか内ももがかなりパンク寸前だって言ってて、動けないかもしれないなんて、やっぱりなんかプロというかリングに上がったら、まあ張り切ってくれたというか、でも武藤さんが行けという感じでムーンサルト、まああの辺はね、まあね、その夢を見せてもいいかなという、うん、もともとムーンサルトは2000人以上のお客じゃなきゃやらないって公言してたけど、今日は2000人以上入ってたからさ、最終の届いたと思いますよ。はい、はいはい、コンディション悪い悪いって言いながら、すごいコンディションいいからね、本当に。いや、さすがですよ。ただね、ね、今政治はね、総理大臣が誰になるかどうとかこうとかって言われてる中、ね、プロレスは社会の縮図って言われてる中ね、こうやって一致団結して素晴らしいものを見せれるってことは非常にいいことというか、感無量ですよ。うん、まあ今試合終わってね、うん、嬉しいです。はい、ぜひ小林さんもメッセージをお願いします、被災地に向けても。いや本当に、まあ、こうやってね、熱い戦いで、被災地の方に届けば、そしてこの大会で、ね、できた収益が被災地に行けばね、本当にどれだけ嬉しいか、やっぱりこのレスラーのプロレスの力がね、まず届いてほしいし、プロレスの力って何だろうって見た人しか分かんないとか言うけども、でもこれがプロレスの力だと思うから、うん、ずっと続けていくしか、少しそれが届くまでいくしかないと思うんで、ずっと頑張っていきたいですね。小林はやっぱり天よりよ、プロレスは線じゃないかよ。一緒にうちの世界タッグ取りたいかよ。あ、俺チャンピオンだ。チャンピオン。あ、間違えた。俺チャンピオンだった今。俺じゃね、文春のチャンピオンな。レースを歌組に挑戦する。あ、そうか。それちょっと不可能だな。間違えた。早まった。ハーマー、今また。あ、じゃあ GHC 取り行こう。どうですか、小林さん。ね、まあ武藤さんはね、コンディションがいいんでね。あと自分の方の問題だと思うんで。自分自身がもっとね、いい形になって、じゃその時にまた武藤さんも、よし、じゃいつまでも待ってるぜ。ぜひコンディション整えて、また交わることを、まあ、ファンのね、みんなが期待してくれれば、またどっかでまた、ね、そのさっき武藤さんが言ったように、線がつながる、点で終わらないで、線で終わると線が交わるかもしれない。どっかでよし、それまでコンディション整えて、頑張ろう。お願いします。今日はありがとう。ありがとうございました。よし、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はコスチュームオレンジの今まで来ましたけど、オールスター、よしよし、オールスターよ、オールスター用で、それだけの思いがあったんですね。やっぱりね、オールスター特別仕様にしてもいいでしょ。